COP21 フランスパリの会場から、第1週目の、4日目、木曜日、タルフジャパンの山岸です。どうぞよろしくお願いします。今朝ですね、8時ぐらい の、 時点で新しいテキストが出てきました。各国の交渉官が連日遅くまで交渉を続けているわけですが、それを一旦取りまとめた案というものが公開されて、それをもとにさらにまた今日も交渉が続けられているような状況です。ただ今日出てきたやつテキスト案を見てもまだまだちょっと交渉としては修練はされてないので、少し進展のペースが心配されるところです。例えばどんなことが議論されているのかと言いますと、一つだけ事例を挙げますと、長期目標と呼ばれる論点があります。これは世界全体で、2050年までにどれぐらいの温室効果ガスの排出量を削減していくのかというような目標です。IPCC という科学的な機関によればですね、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比較して2度に抑えるためには大体40%から70%の削減が必要ですということが科学的には言われています。ただそれを素直に長期目標にかけるかというと、なかなかそれが難しいのが国際交渉の難しいところでして、例えば途上国について言うと、その排出削減のペースが少し遅いということを認めてくれとかいう主張があったりとか、あるいはいや数値目標というのはいずれ変わるかもしれない、新しい科学的知見が出てきたら変わるかもしれないじゃないか、だから書くのやめようよというような意見があったりとか、そんなこんなでですね、なかなかこの長期目標という大目標一つをとっても交渉がなかなかまとまらないというのが現状です。ただこれもいずれは決着をつけなきゃいけない問題、そしてその決着をつけて意味のある目標を掲げるということが温暖化防止にとってはすごく大事な問題です。我々もですね、こういった問題を含めていろんな問題に気を配りながら今後も交渉を見守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。